はい、次はですね、もう一箇所、足の裏の部分もやっていただきたいんですね。足の裏の部分。場所としてはですね、ここ。足があったときに、ここにくるぶしがあります。ここ、くるぶし。見えますかね？ちょうどいい靴下を履いてますね、私。ここのくるぶしのところから、くるぶしのところよりも、ごめんなさい、くるぶし忘れてください。ここ。出っ張ってる。親指のところから上がっていくと、ここちょっともっこりしてるところがあると思います。これ。もっこりしてる部分ですね。ここから、足の裏の部分のところ。ちょっと脱ぐと、このキワキワのところです。キワキワのところ。一番出っ張ったところから下に降りていって、このキワキワのところ。ここが座骨神経が最後に止まる終着駅みたいになってますので、ここをご自身でこれグリ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 です。グリグリ。結構痛いと思います。僕でもちょっと痛いです。グリ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 。これ、足の裏の真後ろになると全然場所が違ってくるので、ここのですね、色が変わるギリギリのところのラインですね。ここ。ここに座骨神経が最後、終着液みたいな感じでストップするので、ここを結構強めにグリ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 しちゃってください。結構痛いです、これ。ただ、これ、グリ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 。と深呼吸しながら、痛いので深呼吸しながら、ふーっと吐きながら、ここ、グリ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 してあげてください。これ。これやってあげるだけで、神経引っ張っている部分、収まっていきますし、まずここ、足の裏のここ、ワンポイント。そして、内側です。かかと、くるぶしから、ここのかかとに、こう斜めに線を引く感じ。斜めに線を引く感じで、ちょうど真ん中この辺です。くるぶしからかかと、斜めに線を引いて、ちょうど真ん中、ここの部分。ここも座骨神経ストップするようなとこなので、これグリ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 です。これも痛いです。これ結構痛いです。この辺グリ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 。グリ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 やってあげると、座骨神経痛であったりとか、太ももの裏の痛みっていうところはかなり良くなっていくと思いますので、もしお悩みの症状が座骨神経が引っ張っていることによって症状が起きているのであれば、このお尻、膝裏、足の裏っていうところ、前回の動画の部分ですね、と、ここの部分をちゃんと調整してあげることによって、かなり症状って軽減していく可能性があります。引っ張っているところを緩めてあげれば、そういった症状って起きなくなっていく可能性がすごく高いので、まずここの部分、ご自身でこれはできる部分になってますので、まずこれを、実践してみていただいて、それでもなかなか変わらないっていうことであれば、またご相談していただければというふうに思います。はい。これを、結構痛いなって思いながらも、グリ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 、1日ですね、そうですね、10グリグリぐらいしてあげてください。それで結構良くなっていく場合がとても多いので、まずこれ、トライしてみていただければと思います。わからないこととか、どれぐらいの強さでやったらいいのとかですね、そういうことがあれば、またご質問ください。なかなかですね、難しいと思いますが、かなり強めでいいです。10グリグリぐらい。これを朝と夜ぐらいやってあげると、それで良くなっていくと思いますので、ぜひ試してみてください。本日の動画は以上です。本日も動画を見ていただき、ありがとうございました。